98式水上偵察機98式水上偵察機とは日本海軍が愛知航空機に開発させ昭和13年6月に兵器採用した飛行艇型の関西夜間偵察機である採用以前の旧名称は愛知11取特殊水上偵察機略符号は E11A1 連合軍コードネームはローラ水雷戦隊の野戦における 夜間直接、夜間放線における、弾着観測など、敵戦闘機により溶撃を考慮しなくても良い状況で、使用される機体として開発された。水雷戦隊の機関巡洋艦に、各1機ずつ搭載する運用方針であり、連合艦隊全体での定数が4機程度であった、ことから、生産機数は、少数に止まった。昭和11年10月に、日本海軍は、 96式水上偵察機の後継機となる機体を11種特殊水上偵察機の名称で川西航空機と愛知に対して発注した。川西は従来にない斬新な機体を製作したのに対して愛知は前作96式水上偵察機を洗練したような複用の小型飛行艇を開発した。胴体は金属製モノコック構造で主翼、尾翼は 金属製骨組みに、ハフバリだった。エンジンは上、翼中央に推進式に搭載し、木製固定ピッチの4羽プロペラを装備した。昭和12年6月に試作1号機が完成し、カーニ式と共に海軍による審査が行われた。その結果、保守的な構造の愛知機が、性能、実用性共に勝ったため、昭和13年6月に98式、 水上偵察機として正式採用された。採用後、シナ事変の後期から96式水上偵察機に代わって軽巡洋艦に搭載され、偵察、作敵紹介等の任務で使用された。太平洋戦争の初戦に少数機が参加し、その後も編成表上では各水雷戦隊機関への搭載機として指定されていたが三座水底にその座を譲って、 第一線を知りいた。その後は連絡機や雑用機として利用され、終戦時には7機残存していた。ありがとうございます。